西成浩二です。桜月さん、ごめんなさい。言い方悪かったです。ごめんなさい。桜月さんのことを怒ってると違うですよ。久保塾長さん優しいから、そんな桜月さんに怒るはずがない。ごめんなさい。西成浩二が今川原に怒られた。わし、すんません、桜月さん。川原に怒られました。桜月さんのことを怒ってるみたいなね、発言してしまいました。この西成浩二、申し訳ありませんでした。桜を見る会のことを怒ってはったっていうことをね、訂正させてもらいます。桜月さんのことを怒ってるんじゃなくて、桜を見る会の安倍総理の発言、嘘つき発言に怒ってたっていうことです。すいませんでした。西成浩二でした。